無空浦の崩落踊りは、広島県尾道新之島無空浦町において、毎年8月15日に開催されている例祭。広島県無形民族文化財。崩落とは、仏教用語で仏を信じることで得られる、喜び楽しみを意味する。この祭りのルーツは、村上水軍の出陣式にあると伝えられ、周辺島々で行われていたが、いつしか、無空浦のみの祭りとなった。 現在は、向浦と、因島外浦町でも確年ではあるがほぼ同じ、内洋の崩落踊りが復活している。中世、この周辺島々は、村上水軍が、縄張りとしていた。彼らは、野島、来島、因島を拠点とし、広域広域や周辺海域での水先人として、稼ぎ、毛利種など、陸側の勢力と、結びつき瀬戸内海での勢力範囲を拡大していった。 船の目印には、八万大菩薩の旗を掲げ、八幡船とも呼ばれていた。彼らは重要な戦になると、出陣の前に戦勝を祈願し式を鼓舞するため、それぞれの拠点において、円陣を組大将の太鼓、鐘の音に合わせて飛び踊り、寄陣の際には、現在の因島の中の省庁で勝利を祝うとともに、追悼行事も行われていたと伝わる。 この出陣行事がこの祭りの起源とされており、当時は村上市の拠点のどこでも行われていたという。室町時代に始まった行事と考えられており、文章として残っているものとしては中小の上岸寺にある崩落旗箱の記録から天保を4年以前には行われていた。江戸時代、太平の世となると信仰を目的とした崩落踊りへとなり、 ウラボン会終日の旧暦7月16日に行われていた。この祭りの舞台である、ムクウラは江戸時代中期になると海鮮創業で栄えた。ただ時代は下ると周辺島々で行われていた。この祭りは途絶えていき、ムクウラでも明治時代には廃れていたという。その中でムクウラでは祭りが止まった時期に薬病が流行り多くの住民が、 犠牲となったため放落行事を復活したと伝えられており、代々口々に固く言い伝えたという。この時期には、月遅れ送り本の8月16日に行われていた。昭和56年間の無形民族文化財に登録。現在は人手不足。過疎化と犠牲者からの要望によりお盆8月15日に行われている。ありがとうございます。